竜国正は、中華人民共和国の卓球選手、武漢出身。身長168センチメートル、血液型大型。6歳から卓球を始め、現在中国ナショナルチーム所属。主に世界選手権団体戦で、中国の優勝に大きく貢献しているが、2006年の第48回世界卓球選手権団体戦、ブレーメン大会では、 中国代表から外された。男子シングルスの成績も安定していて、また混合ダブルスでも白人ペアを組んで、各大会で上位に入っている。精神力の非常に強い選手で、その例として2001年の第46回世界選手権大阪大会の団体戦準決勝の対韓国戦において、両国2勝2敗のタイで迎えたラストでの金、拓手との試合が挙げられる。 竜は1セット目を一進一退の攻防を繰り返しながらも落とした。2セット目も粘りながらも追いつけず20から19とマッチポイントを握られた。しかし、そこから脅威の粘りを見せ3度マッチポイントを取られながらも24から22で2セット目をダッシュ。最終セットも離されては追いつきのシーソーゲームでまたも金が20から19とマッチポイントを握る。しかし、竜が リュースに追いつき、結局4度のマッチポイントをしのいで25から23で勝利した。計7回ものマッチポイントをしのいだこの試合は、中国国内で、今世紀最高の試合と評され、リュー国政も、奇跡の男や、民族の英雄と呼ばれた。2005年の、第48回世界卓球選手権個人戦では、ティモボルを4から3で破った。2007年の、 第49回世界卓球選手権個人戦終了後、現役を引退した。ありがとうございます。